皆さんこんにちは。世界の糞丘から本日は大阪府堺市のもずこ糞群を回ってまいりました。朝の9時ごろから回り出しまして、今夕方の4時です。今日はレンタサイクル、電動自転車を借りまして、世界遺産に登録されました古墳をすべて回ることができました。途中堺市役所の11階展望ロビーなどからですね、広くこのもずこ糞群一帯を、見たりもしたんですけれども、小さな古墳から、世界一の大仙古墳を含めてですね、全て回ることができました。もずこ糞群は範囲が非常に古い地に比べると狭いですので、堺市の一部だけですので、非常に回りやすいのは回りやすいですけれども、やはりレンタサイクルをがあることをお勧めします。歩いてると全て回るのはちょっとしんどいと思います。それからですね、こちらもずこ糞群は古市古墳群に比べると、この夏の時期でも整備されている、雑草などが刈り取られている古墳が多くありました。しかしですね、墳丘の形そのものをじっくり味わおうと思ったら、やっぱりちょっと夏は避けた方がいいですね。秋から冬にかけて、雑草がなくなった時期の方が、墳丘の形そのものを味わうことができると思います。新たに勉強になったんですけども、もずこ糞群は、宝墳が少ないんですね。そしてこの大仙古墳の周りを含めて、ホタテ貝式、ホタテ貝型前方後円墳、これが非常に多いということが分かりました。倍長であったりそうでなかったりということもあるかと思うんですけれども、非常に珍しい形のホタテ貝型前方後円墳がもずこ糞群は非常に多くありました。この大仙公園というですね、こちら、今見てる方が大仙古墳そのものなんですけども、その南に広がります大仙公園の中にも世界遺産に登録されている古墳多数ありますので、そちらを回るだけでも十分楽しめるかと思います。世界遺産に登録されましたもずこ糞群、ぜひ皆さんこれからのシーズン訪れてみてください。